はい、どうもです。おやじランチの時間です。今日はセブンイレブンさんでね、はい、この間以来のふわふわたっぷりふんわりコッペの卵サラダですね。これをいただきたいと思います。それとね、豆腐そうめん200円ぐらいだな、これはね。あと初めて見ました、セブンイレブンのね、アールグレイ無糖600入ってるからね、ちょっとお得なんではないでしょうか。いただきます。うん、さっぱりしてなかなか美味しい卵サラダからいただきます。いや、卵たっぷりですよ。うん、ほんと美味しい。間違いない。うまい。飽きるまで食べたい。卵サラダも冷たいし、これいこう。カップのまま水切りだけで食べられる。え、これ水切んないといけないの？水切りどうしようかな。ちょっと開けてみよう。あれ、でもなんかもう水がボトボトこぼれてきた。これ水切りしないといけないのか。どうしようかな。ちょっとうまいことやってみたいと思います。ちょうどねこれがあったんで入れました。結構水溜まってる、半分ぐらい入ってる。でこれさ、冷たいからさ気持ちいい。はい、そしてパッカーと開けまして、あれ、おめんつゆどこ行った？あれ、おめんつゆどこ行った？あったこれがなかったらね、どうやって食べようかってことになっちゃうとかってね。結構濃いめのあれだな。少しお水残した方が良かったのかな。うん、美味しい美味しい。そしてお箸でね、今日はさ、派遣さんがいっぱい来ちゃってんのよね。で、わりかし新しい人が多くて、7人中6人ぐらい新しくて、もう半ばちょっとイライラしながらちょっとやってたんだけどさ、正直。いただきます。美味しそう。うん、
冷たいし。安いざるそばでも300円ぐらいするから、まあ、200円って考えるとコスパは悪くないな。カロリーも少ないし、優秀だね。しっかりさ、こしに近いような食感が残ってんのよね。冷たくて気持ちいい。はい、ということでごちそうさまでした。今日はね、セブンイレブンランチでした。卵サンドね、やっぱり美味しかった。あと豆腐そうめんもね、さっぱりしてお値段も安いし、カロリーも低くてね、結構お腹溜まってるかな。あのアールグレイも飲んだんでね、半分ぐらい飲んだんで結構お腹も溜まってるし、午後も仕事でちょっと大変なんですけど頑張りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。おやじでした。バイバイバイ。